はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、チャレンジメニュー変えということで、すでにね、商品が目の前に来ておりますが、本日はですね、結構大食い YouTuber さんなんかもみんなね、動画撮影行っております、元祖豚丼屋トントンさんという、こちらはですね、秦野台にある店舗なんですけれども、みんなね、大宮とかその辺りの店舗でチャレンジメニューやっておりますが、僕はね、こちらのトントンさん初めての来店ということで、本日はですね、こちら天盛りという、大体ですね、重量が3キロから4キロぐらいの豚丼といいますか、もう盛り合わせ丼ですね。で、こちらのチャレンジメニューなんですけれども、制限時間が30分。で、失敗の場合でも3980円プラス税という、こんだけね、お肉の盛り合わせで、まあ失敗でね、その値段なんで、だいぶリーズナブルなチャレンジメニューなんですけれども、まあ皆さんのね、ちょっと動画を見つつ、美味しそうだなと思って、念願かなって、本日はこちらのトントンさんで、この豚丼のチャレンジメニュー、挑んでいこうと思います。ただですね、まあ重量的にも3キロから4キロぐらいということで、僕らにとってはね、そんなに厳しいチャレンジはないので、できる限りですね、タイム、早めに、食べつつ味わいながら食べていこうかな。いや、ガチでやろうガチでやって、その後ね、レギュラーメニュー頼みましょうということで、チャレンジ始めていきたいと思います。よければなんか3秒前か何かで合図もらっても大丈夫ですか。はい、はい、すいません、いただきます。いただきます。取り皿もあったけど、上からいっちゃおう。
Thank you.
あとこれだけですね。ということで本日のチャレンジですね、静かに終わりましたけれども、タイムの方はですね残り18分と21秒ですので11分39秒ですね。急いでてちゃんと言えませんでしたが、改めましてごちそうさまでした。ということでね、今ちょっとチャレンジが終わったのでまた改めて味わおうと思うんですけど、お盛りいただいていいですか。はい、はい、今回ねいただいたこの豚丼屋トントンさんのこのねてっぺん盛りというメニューなんですけれども、上から薄切りの豚バラ肉で甘辛く味付けされた唐揚げで、下には名物となりますロースとバラ2種類の炭火焼きで焼かれた香ばしいね豚が入ってるんだけど、やっぱりね一番上に乗せたこの薄切りの肉なんかもう一口目から炭火のさこの香ばしい香りがするんですよ。で本当だったらですね、もちろんそのご飯と一緒に食べたかったんだけど、ちょっとね上パンパンすぎまして取り分けながらね別途定食みたいになっちゃったんですけど、通常のね丼もなんか注文していただければ本当にねご飯に合うちょっと甘辛いタレの味付けとこのご飯ね最高に美味しいと思います。でこのトントンさんには今いただきましたこの炭火焼きでねしっかりと焼かれた香ばしい豚丼だったりとか、今だと限定でおろしポン酢豚丼でネギ塩レモン豚丼なんかもあるみたいでして、時期によってもねいろいろありそうですね。すいませんありがとうございます。ということでですね、ただいま到着しました。追加で注文しました薄切り豚バラカレーでございます。本当はね丼物を改めて注文して味わっていろいろとお話をしたかったんですけれども、いかんせんねカレーってうまそうに見えるよね締めにカレーということで、こちらも出来たていただきたいと思います。いただきます。先ほどねいただいた丼の中では何種類かねお肉が入ってたんですけれども、個人的にはちょっとこの薄切りの豚バラ肉が一番好きでして、やっぱねこのジューシーで溶けるようなこの薄切りの豚バラ、これがね1個目の食材だったんですけれどもたまんなく美味しかったんですよ。ちょっと改めて豚バラだけで、やっぱ美味しいな。そしたらもう早速ねこのカレー行きましょう。あうまい。甘辛な豚肉に合うようなのかスパイスの香りが強いタイプですね。うまっ。締めでも全然いけるな。
どうなんだろうな。僕も今回ねこの挑ませてもらったてっぺん盛りなんですけど、都度ね調理の感じによって若干ね重量が前後するみたいなので、何よりも今回のチャレンジに関しては僕もねそんな特段詳しく調べたってわけではないので、一番早い方のタイムがどれぐらいなのかわかんないんですけど、どうなんだろうな。やっぱ3キロ4キロぐらいのチャレンジメニューで10分を超えてしまうと最速じゃないのかなっていう心配があるんですけど、喋らずに頑張った方なんだけどな。ということで、ただいまですねこちら綺麗にカレー完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日はですねこちら元祖豚丼屋トントンさんでてっぺん盛りというチャレンジメニューに挑みました。今回のメニューに関しては確かにもうできてからもう相当期間経ちますし、大食い YouTuber さんもね結構挑戦してる方多いので、視聴者様も知ってる方はね結構多いと思うんですけれども、最近では結構 FC 店等々ねいろんなところにこの店舗を広がっておりますので、お近くにある方はぜひこのトントンさんでこの帯広名物である豚丼食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動しておりますので、そちらは改めて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。